家にこの人形があって、なんかバタバタ動くと。子供いますね。てかほんま、あなた何なん。自己物件住みます芸人松原谷志です。このシリーズ長いですけれども、今回も呪いの人形たちに谷志のネタを見てもらおうシリーズでございます。今回見てもらう人形はこちらですね。何やろなこれ。謎のアフリカののっぺらぼうです。これ何の時に見てもらったやつかな。哲学のネタを見てもらった人形、アフリカの人形ね、難しい顔してた人形とセットでもらった人形なんですけれども、タニシファンの小学生が家にこの人形があって、なんかバタバタ動くと。なのでタニシ君の家に住まわせて、どう動くのか見てほしいということで預かってるんですけれども、はい、なんなんやろなこれ。頭になんか乗せて、これも女性ですよね多分ね。でこれね、今気づいたんですけど、子供いますね。こ赤ちゃん、赤ちゃんとブラジャー一緒になってますね、この抱っこ紐みたいなのと。あ、そうか、だから胸が見えないようにこうくるってやるんですかね。ちょっとわかんないんですけど肋骨の線ですかね、妊娠線じゃないですね。頭になんか乗せてる人形でございます。さあこの人形に見てもらうネタは、怪奇草冠に取り憑かれた男というネタなんですけれどもなんと言いますか、いろんな幽霊に取り憑かれる人いると思うんですけれども、このネタでは草冠に取り憑かれたネタでございます。なのでね、この頭に乗せてるなんかわからんお皿がだんだん草冠になっていく可能性もありますね。あとこっから草生えてくるとかね、自分でも何言ってるのかわからなくなってきます。のっぺらぼうですから顔出てくんじゃないですかこれ。どんどんちょっと怪奇的なネタでもありますんでね、赤ちゃんが泣き出す可能性もありますからね。これはちょっと心霊的にもちょっと期待大でございます。見てもらいましょうかね。怪奇草冠に取り憑かれた男、見てください。どうぞ。怪奇草冠に取り憑かれた男。いやーどうね、最近もう年なんですかね、体が古くてね、体が古くなってしんどいんすわ。しんどい、しんどいっていうか、なんかもうしんどい、うん、古いからしんどいんですわ。なんかね、右見たらフレッシュマンばっかりでしょ。右見たら、右古い、なって思いますよ。右なんかね、右がね羨ましいんですよ、フレッシュマンで。可能性にあふれてる。でも可能性を見るともうムカムカするんですよ、可能性とかいうやつに。はい、もう腹が立ってしまいましてね、右を見て可能性とかを感じてしまうともうムカムカしてしまいますね。はい、あとはまあ年いったせいですかね、なんかよく滑りますね。まあこれ椅子が台やとしましょう。台やとしましょう。そしたらね、なんかねぬるってするんですよこれ。年のせいかな。台でしょこれ。触ったらなんかぬるってするの、台が。そう台ぬるっとするので、こうぬるっとするからこれどかそうかって思ってね、こう持ち上げるんですけども、すみれ、すみれ、なんすかね、あ、これスミレちゃうんかこれ。なんかね、スミレちゃうわ。スミレじゃないわあれ。あとね、なんや、耳がね聞こえにくくて、耳が聞こえにくくてこうほじくるとね、ビョーンってえのき出てくる。えのきが出てくる。
ちょっともうだんだんおかしなってますわ。まあさすがにね、もうこの年なんで、お母ちゃんももうええ年なんで、面倒も見なあかんな思うんですけどね、久しぶりに実家帰りましたら真っ赤っかでね、お母ちゃんがね、顔がブツブツだらけでね、あの角栓である、あのニキビ潰した後に芯みたいなの出るの、 あんなんかブツブツブツってついてるんですよ、ブツブツブツってついてるから、お母ちゃん大丈夫かって思って、なんかね、見てるとかじりたくなりましてね、お母ちゃんのほっぺたにガブってかじりついてたんですよ。そしたらね、なんだろう、この甘さとこの酸っぱさとなんかちょうどよくてね、練乳をかけてしまいましたね、お母ちゃんに。でまたガブってこうかぶりついて、やっぱおかしな、おかしいんですかね。あれ、さっき天気悪かったでしょ、だから雷もね、うちの近所鳴ったんですけど、雷ってあんなんでしたっけ、なんかゴロゴロゴロっていう、ゴロゴロゴロっていう雷ってこんなんやったんちゃうかなって思う。なんかね、最近の雷ってなんかゴロゴロシュっていう、なんかこんなゴロゴロシュシュって、今からフワッてなりそうな、ゴロシュッフワッフワッてなる前の状態なんですよ、雷が。なんでか、なんですか、こうシュッなる、なんでやろうな、あとね、なあ、最近で言うたら何やったかな、なんかあります、なんか先生、なんか見えますか、その画面の向こうの先生。あ、なんかね、なんか捨てたくなるんですよ、なんかを捨てたくなる、なんかもう邪魔で捨てたくなるんですよ、何かを、なんかね、そう、早いんすよ、うちボーボーなんのが早いっすよ、ボーボーなんのが早い。あと何かありますかね。あ、牙がね、剣士あるでしょ、剣士がね、なんかちっちゃい葉っぱなんですよ、剣士がちっちゃい葉っぱ、ほう、剣士がね、最近あれ、は、剣士ってちっちゃい葉っぱやったっけと思って、あ、心がね、もう硬くなりましてね、もう言うこと聞かないです、柔軟な心。逆に言うと、お前筋通ってんなみたいな、本当にね、もう方向がなんかね、もう、そうそう、蔵が青いんですわ、なんか蔵がなんかブルー、蔵がブルーなんですよ、はい。あとなんかあったかな、あのね、何あれ、数がね、結構太ってましたね、最近の数が、で最近あれよく言ってはりましたね、清原さんにデッドボール当てた後の3億もらってるでっていうの、数がなんか数字がね、数が3億もらってるでっていう、清原さんにデッドボール当てて、清原さんがこうした時に、その数字のね、数の人が3億もらってるでっていうのを言うてはりましたね。このもう幻覚かな、明るいのなんかキュンとしますわ、明るいのキュンとする、明るいのがいいね、やっぱ明るいのがキュンとしますわ、そうですね、そんなもんか。なんか真ん中の方がイギリスでしょ、真ん中の方イギリスっぽい、真ん中の方がイギリスっぽいんですよ、
ね、高木はやめて、高木はあかんって、高木のこと考えたらもう草生えるわ、高木のこと言わんといてください、ちょっと先生、高木のことは言わないで、高い木のことでも高木でも高木でも、もうやめてください、もう笑う、ちょ笑いてもらえんから、高木のこと言われても笑いてもらえへんねん、すいません、ほんまが、頭に化け物すんどるんさ、僕頭に化け物すんどりましてね、頭痛いわ、ちょっと先生ごめんなさい、頭がね、なんかああバケモンややっぱりどうでしたかね、意味分かりましたかね、どうですか、顔浮かんでた、顔どうだったんでしょうかね、理解してもらえたのか、てかほんまあなた何なのあなた自体が何なの、本当に視聴者の皆さん、この人の顔に何かが浮かんだのか、ここに何か草生えてたのか、あるいは赤ちゃんの鳴き声が、聞こえてたのかなどなど、コメント欄に書いてください。慣れって恐ろしいですね、ようよう考えたら本当何してんやろなんですけど、喜んでいただけたなら、本望でございます。あ、そうだ、この人の名前も募集します、はい、この人名前ないから、のっぺらぼうのなんか子持ちの女性です、コメント欄にこの人の名前も皆さんよかったら書き込んでください、そこから選びます、多分、はい、あとあれやな、草冠のつく漢字もいっぱい書き込んでくれたら参考にしますので、今後のネタ作りか、そんなもんでしょうかね、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。